はい、こんにちは。浦上ラナです。さあ今日もね、元気にガチャガチャの動画を上げていきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。今日はですね、さあ霞健志郎がですね、リニューアルして出てきたということでね、総流天羅霞健志郎を狙っていきたいなと思います。霞健志郎はね、人工カーをね、持ってるキャラクターになってくるので、ここはねやっぱりね取っておかないと一気にね、乗り遅れるという形に、ね、なると思います。ですのでね、霞に関しては、もちろんね、絶対に取ると、ね、取らなきゃもう引退ですというレベルのね、強いキャラクターになってくると思うので、皆さんもねここはね、頑張って、取りに行ってほしいなと思いますね。転生石がないよという方はね、今回に限っては、ちょっとね、美課金とね、貯金とね、いうことでね、やっていただければね、いいんじゃないのかなと思っております。はい。ということで、肝心のね、ガチャガチャの方なんですけれども、いわゆるね、月末のガチャですよね、今回のその霞健志郎、月末のガチャに関してはね、今まで比較的相性がいいんですよね。天井に行くっていうことの方がね、かなり少なかったんですよ。ですので、早めに引けるかなとはね、思ってはいるんですけれども、いわゆる期中ってね、勝手に自分で呼んでますけれども、月末じゃなくてね、期の途中、月末のね、途中ね、のガチャの方が相性が悪い。今回で言うと、総武とか、ね、八坂とかね、あちらの方がね、ほとんど天井食らってるっていうことでね、あったんですけれども、今回はね、期中のガチャがね、比較的ちょっと相性いいんですよね。早めに引け、ちょっと待ってくださいね。これは、一発目で来ないっていうことですね。はい、ジャコかな。未だにね、ジャコが出るということなんですけれども、はい、話を戻しましょう。はい。期中がね、相性がね、あんま良くなかったんですけど、今回はね、比較的いいんですよね。ですので、ちょっとね、懸念するのが、期中が運がいいと、月末やばいんじゃないかっていうね、説。はい。これがね、意外とね、あるんじゃないのかなと思うんですよね。うん。なんかね、大体ね、いつもどっちかなんですよね。期中が良ければ月末悪い、月末悪ければ期中がいいみたいなね。どっちも悪い、どっちもいいっていうのがあんまないんですよね。これは運なんでしょうけど、それがないので、どうなるのかなと思うんですけど、ここまで今んとこ回せてね、ジャコ1回ですか、ベカリンチョが1回なんで、今回ちょっと苦戦してるかなというところがありますよね。で、一番初めにね、ランキング見ましたけど、ランキングね、1,2,3が7000ぐらいね、なんか回してましたけれども、あれはね、宝箱もね、こう狙っていったのかなと思うんですが、ね、結構ハマってるっていうかね、印象も受けますよね。ですので、内部的なことはちょっとわかんないんですけどね、ちょいちょいちょいってね、運営さんがやってなければいいなと、ね、思ってます。はい。はい、ということでね、順調に引いてますけどね、回してますけれども、今ね、何回目ぐらいだ、今2700か、ね、あと半分ぐらいですかね、回していきたいなと思うんですが、全然かすらないですね。これ久々にやばいやつですね。Oh, no. これやばいな、これありますね。ワンチャン天井まで持ってかれる説有力ですね。ここまで光らないとちょっとっていうのがねありますよね。でここね、さすがにちょっと天井まで行かれちゃうとね、転生石がねだいたい4万切ってくるんでね、次のね100列チャレンジかな、までねまた回すのがちょっと微妙になってくるラインになるので、できればね、やっぱ早めに当てたいなというところがあるんですけど、ペカランね。ペカラン。これはやばいぐらいペカらないよね。さあ、どうしようかね。これは天井まっしぐらかなと。ここで来ない、ここで来ない。レイ。あ、そう。
こんだけ回して今んとこ2つですか、ベカリがね。これやばいね。やばいと思います。まあ、ただね、まあ、効果不効果っていうか、一応ね、扇茶メダルはね、今回は、あるんですよ。あるので、まあ、扇のね、宝箱自体、ね、闇箱自体は、今回は集める必要はないんですよね。うん。なので、そこの分のね、点数席に関しては、まあ、特に問題はないんですけれども、まあ、かけらはね、いつも通り慢性的な、かけら不足ということなので、まあね、まあ全然やばいね、これ。うわ、4、5。あと5回で天井ですね。これ天井かな？ちょっとね、やばいですね。なので、まあ、なるべく早くね、最低でもね、星5にね、育てたいなというところはあるんですけれどもね、極限ぶっ壊れキャラだと、ね、いうことなので、なんとかやっていきたいなと思います。が、これはもう天井でしょうね。天井かな？ダメですね。これ久々ですね。久々に食らったな。月末ガチャで天井って、久々に食らいましたね。いっちゃったもんな。うわー。これやばいですね。ランキング5位。ね。まあ、5位っていうか5位もいらないんでね。早めに出てくれれば別に私あのランキング上位を狙ってるわけじゃないんで、まあまあこれはちょっと逆に言うと、まあマイナスですね。うん。はい。ということで、天井の宝箱で、まあ、かすみさんをゲットですよ、ということですよね。うん。かっこいいですけどね。ね、かすみけんしろう、ソウルテンダー。ね。さあ、おぶっ壊れでね、今から鍛えていきたいなと思っています。まあね、次のね、まあ、蒼天の剣コラボもね、あるんじゃないかとね、いうふうに噂されてますし、まあ、いきなりね、来月来るっていうことはね、もうないと思うんでね、天寿の儀まで終わってるので、ね、何ヶ月か空くんでしょうけれども、まあね、次のコラボね、もう撮っていきたいなと思うんですが、ちょっとやっぱね、月にね、3体新キャラ来るっていうのはね、これはちょっとえぐいですね。厳しいですよね。よほどあのガチャ運がいい人じゃないと、まあ、全部取り切れないし、取り切ったところでですよね、あの育てきれないということがあるので、まあそこそこね、楽しむためにはね、まあ、美化金っていうかね、していくような形になってくるかなということですよね。それかもうね、まあ私みたいに、最近ね、まあ、あんまり課金してないんですけれども、まあ一旦本当に、まあ、今回のコラボっていうかね、別のコラボもスルーするとか、今月来月まではもうガチャ引かないとかね、キャラクターを完全にもう予想してとか絞り込んで、やっていかないと、結構ね、まあ、課金ループに持ってかれちゃう可能性があるんでね、そこに関してはね、ちょっとご自身のね、お財布事情とね、相談しながらやっていくのがいいのかなと思います。はい、ということで、今回のね、かすみけんしろう、ね、まあ、最悪ですね。私に言わせれば最悪ですね。天井でゲットという形になりました。皆さんはね、天井まで行かないことを祈っております。参考にしてみてくださいね。それでは。